皆さんこんにちは。今日は肌荒れなので悩んでる方におすすめな洗顔料を見つけたので、そちらを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、今回はロフトや東急ハンズなどでも取り扱いのある低刺激処方の洗顔料を紹介していきます。それがこちらの薬用アトピア D 泡タイプ洗顔料です。こちらは敏感肌や肌アレルギーに悩む方でも使えるように11種類の無添加処方になっています。11種類はね、多いと思います。私一年中花粉とかでかぶれやすいんですけど、特にこの時期ね、ひどくて目元が荒れやすいんですよ。特に左目がひどくて、ちょっとね今も腫れてるんですけど、あのスキンケアはなるべく優しいものを使うようにしています。だから最近はね、あんまり洗顔フォームで使ってなかったんだけど、こちらは使ってみてびっくりしました。さっきも言ったように11種類の無添加処方っていうのはね、すごくありがたいポイントなんですけど、やっぱりね、洗い上がりって大事だと思うんですよ。こうタオルとかで拭いた後にカピカピしてきたら、やっぱり冬とか乾燥する時期とかは使いにくいなって思うんですけど、これは変なぬるっと感とかないのに、こうしっとりしてる感じがありました。正直ね、あのこれどうかなって思いながら使ったんですけど、思ってた以上にね、突っ張らなかったです。これはね、ちょっとびっくりしました。で、なんか急いで化粧水塗らなきゃっていうこともなかったですね。なんかそれはリピジュアが配合されていて、保湿力がヒアルロン酸のね、約2倍高くて、耐水生成に優れていて、水分保持力が高くなってるみたいです。で、洗浄成分にもこだわっていて、低刺激性のアミノ酸植物系洗浄成分の DLDA を使っていて、優しい洗浄量で弾力のない泡でもしっかり汚れが落ちるようになってるそうです。確かにね、泡を出した時はモコモコしてるんだけど、顔にのせてなじませていくと結構泡が消えてくんですよ。これでしっかり洗えてるのかなって思ったんですけど、汚れとかも残ってる感じがなくて、すごくいいなって思いました。で、顔にはね、もちろん使えるんですけど、体にも使えるし、赤ちゃんにもね、使うことができます。なのでお母さんは顔とか、あの肌の弱いところとかに使って、赤ちゃんや小さいお子さんには全身に使うっていうこともできるみたいです。一緒にお風呂に入る時とかは同じものを使えるので、時短になるかもしれないですね。はい、ということで使い方はね、簡単なんですけど、今日は実際に使っていきたいと思います。はい、ではやっていきます。こんな感じで泡が出てきます。ちょっとね、今日は多めに出します。結構一つ一つの泡が大きい感じなので、すぐ垂れてくる感じです。固めの泡じゃなくて柔らかめの泡ですね。で、これを全体になじませます。あまり刺激がないように泡で洗うような感じでくるくる伸ばしていきます。で、しっかり洗っていくとこんな感じで結構なくなるんですよ、泡が。ちょっと不安になるぐらいなんですけど、このままくるくるしていきます。で、全体を洗えたらお湯でしっかり洗います。はい、流してきました。なんかね、まだ化粧水塗ってないんですけど、全然突っ張った感じがね、ないですね。結構しっとりしてる感じです。なんかほんと変なぬるっと感がなくて、だけどなんかつるっとしてる感じがあるので、汚れがちゃんと落ちてる感じはします。はい、こんな感じでした。結構ね、泡なくなりましたよね。ちょっとそれも最初びっくりするんですけど、あの洗い上がりも本当にびっくりするぐらい突っ張らないし、変なぬるっと感なくしっとりするので、そこにも驚きました。で、私は最近ね、クレンジングを変えてダブル洗顔が必要になったんですけど、それと一緒に使っても問題なく使えたし、朝使うとその仕上がりがあのつるっとしてるので、化粧のりがね、いいなと思いました。皮脂とかをね、落としすぎるっていうことがないので、朝からでも不快感なく使えるのかなと思います。で、最初にも言ったんですけど、ロフトとか東急ハンズとかいろんなお店で取り扱ってるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。肌が弱い方にはすごくおすすめです。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。